むしろあなたこそ誰って感じなんですけど。簡単に言うとそうです。うん、そうだよね。よかった。びっくりした。助かった。大丈夫？あ、はい。とついノリで言ってみたものの、会話が弾まない。痛て。平気ですか？ごめん。大丈夫です。ありがとう。これはね、カレー。ん？今朝作ったばっかのカレーだから2日は食べれるよ。さっきコンビニで買ったサラダと福神漬けをくれて。